皆さん、こんにちは。ジャズ作曲家の波間美穂です。この度は、金沢ジャズストリート2022ジュニアジャズフェスティバル開催おめでとうございます。そして、出演者の皆様、本当にお疲れ様でした。私は、あの、直接コンサートに伺うことはできなかったのですが、後日、このコンサートの様子を動画で拝見しました。 それからオンラインでね、リモートのオンラインで参加してくださった皆様もいらっしゃいました。ありがとうございました。あの、どのバンドもとても個性があって、本番で全力を出し切ろうという姿にとても元気をもらいました。コロナ禍を経て久しぶりにこう、お客様の前で演奏するのに緊張したなんていう方もいらっしゃるのではないかなと思います。 えー、なかなかこう人の前で何かをこう披露するということね、なかったと思いますけれども、こんな貴重な経験、改めて素晴らしい機会だなと、あの、感じたのではないでしょうか。本番というのは、やはり自分がこう今まで練習してきたことだけではなくてですね、お客様、聞いてくださる皆様に何を伝えたいのかとか、どんな気持ちで演奏するのかとか、また、 あの、舞台上でお互いの、えー、音を思いやる気持ち。そうしてアンサンブルを作り上げていくわけですから、あの、こうした素晴らしい機会、貴重な機会を、あの、活かして、これから先もジャズ、それからビッグバンド、楽しんで続けていただけたらいいなと思います。えー、そして私自身もまた、金沢ジャズストリートに戻れる機会をとても楽しみにしております。